はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回ね、超久しぶりに、これいつもね撮影で使っているデスクの上のデスクマットをね交換しようと思います。今下に引いてます。まあ結構の動画でねこちら活躍というかね使ってますけれども、このようなね、黒いね大きめのデスクマットを机に敷いています。こちらは以前紹介しましたミマックスさんのねデスクマットで、寸法を指定してこんな感じでねいいサイズに切っていただきまして、ずっと使ってたんですけれども、でこちらねどれぐらい使ってるんだろうと先ほどね動画見ましたらね、約ね3年使ってますね。こちらね3年間使いました。で3年間も使っているとですね、どうしてもね手首がね当たる場所はもうね伸びてしまっていて、このようにちょっとねテカっているの分かりますでしょうか。ここはねやっぱりね見栄えが悪くなってしまってね、はい、こんな感じでこうね膨れちゃうんですよね。まあ、結構薄めなのでねどうしてもしょうがないので、こちら、まあ、他は綺麗なんですけれども、まあ、切ってねコンパクトなデスクマットとしては使えそうですけれども、まあ、ちょっとね気分も新たに違うものにね変えてみようかなと思いまして、またね Amazon で適当にと言ったらですけどね調べたところ、 YSAGI これがね超有名というかね結構いろいろと出てきまして、まあ評価も良さそうなのでね、これにしてみました。値段もね2000円以下で、ね、非常にお手軽な価格になってます。で今回はね120センチにするとこのテーブルがね120センチなのでマックスマックスなんですけれども、奥行きがね60になるので、ほんと後ろの方まで行っちゃうのでね、もう少し幅がね小さいものがいいなということで、幅がね90センチで奥行きがね43センチでしたかねのものをねチョイスしました。でカラーは、今回ね白色にしました。写真とかねこう物撮りとかこういった動画とかでね、まあ、グレーがいいのかな黒がいいのかな白がいいのかなと思ってですね、まあ、ちょっと明るい反射があった方がいいかなということで、白にしましたけれども、まあ、気分とかね使い勝手見てまた別の色もね安いので変えれるというのがメリットかなと思います。ではねこちら開けてみて変えてみたいと思います。はい、開封いたしました。こんな感じで、こちらいいですね。質感ねパッと見なかなかいいなと思いました。でこれね今はめてなかったんですけども、このような留め具もついていまして、しかもこれ2ミリでしたかね、結構厚いです。今使っているものよりもね、倍ぐらい厚くてしっかりとしたパッドになってますので、これだけでもね伸びにくいかなと思いましたね。これいいですね。こう巻いてある状態とこの厚さとねしっかり感とこの質感見てね、あなかなかいいなと思いましたので、実際はねこれ反ってしまったりしないかっていうのだけね心配ですけれども、広げてね敷いてみたいなと思います。はい、このようなね洒落た感じで結構厚みがあるんですね。マウスパッドのような感じで厚みがありますので、もうちょっとねペラペラしてね浮いてしまったらどうしようという心配はあったんですけれども、後ろがこのようにフェルトというかね不織布というか起毛素材というかねになってまして、こんな感じで、そして表側がこのねシボ感のある、それほど厚いシボじゃないので結構キメが細かくてねいい素材というか質感出てますね。そしてピントが合わないんじゃないか問題がありますけれども、ちょっとなんか置いてきますか。こんな感じで、おお、いいですね。真っ白ですね。はい、若干クリームっぽい、A4 のコピー用紙と比較するとねこのように、こちらはちょっと青みがかったね白ですけれども、少し暖色というかね、黄色っぽいこんな感じの、まあ、クリーム色まではいかないですけどね、ホワイトになってまして、なかなかいい色合いじゃないかなと思います。はい、この先ほどの黒の上にね敷いてもいいんですけど、もうこのまま敷いてしまいましょう。では敷いてみました。いいですね。非常にね明るくなりまして、なかなか厚みもあってねいいと思います。ただね端の部分はこのように少しね浮いてしまいますので、まあなんか置いておいてね、癖をつけるか、まあそのまま使ってね、なじませるかという感じにした方がいいかなと思います。こんな感じです。
で思ったのがやっぱねテーブルフルフルの長さにしておけばよかったなってね思いますね。このように90センチなのでこんな感じでね余りますね。なので、私パソコンを脇にねこう置いてたりしますので、そうするとこう段差でね乗り上げる感じになってしまうので、これどうせならね全面のサイズにねしてもよかったかなと思いますので、ちょっとねこの状況で使ってみてねまた考えたいなと思いますけれども、とてもいいですね。はい、このような感じでなんか撮影する時も非常に明るくね白バックで撮れますし、気になるのはね汚れぐらいですね。結構ね手垢とかねついてしまって黒くなっちゃいそうだなっていう感じはありますけれども、表面はお手入れしやすそうな素材ですので、汚れたらね拭いてあげればねある程度は綺麗になるかなと思いますのでね、まあそのあたりはあんまり気にしてませんし、あまり汚れたらね気軽に変えれるぐらいの、お手頃な価格ですのでね、なかなかいいんじゃないかなと思います。耐久性とかはまた使ってみてね交換するときに別途お伝えしたいと思います。ということでデスクマットね、お探しの方 Amazon でねこれ検索するとすぐ出てくるね上位に出てくるメーカーです。 YSAGI というねところのデスクマット検討してみてはいかがでしょうか。もちろんこのサイズこのカラーだけでなくね様々なサイズだったりカラー、あとなんかねリバーシブルでね裏面も使えるというものもねありましたのでね、そのあたりも含めて検討いただければと思います。ということで今後はねこちら使っていこうと思いますので参考にしていただけますと幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。